付き合ってもないのに彼女面する8人組イエーイ。この企画では彼女面する8人組を集めました。左が小学生チーム、右が中高生チームでございます。この8人にはいかに僕の彼女かアピールしていただきますので、皆さん頑張ってください。ではいきますよ。小学生チームリーダーロリー竹沼ちゃん、右チーム中高生リーダーはるちゃん、じゃんけんいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこですね。あいこでしょ。さあ、はるちゃんが勝ちました。さあ、はるちゃん、先攻、後攻、どちらにしますか？後攻ですね。わかりました。大勢、よろしくお願いします。小学生チームからスタートです。どなたを指名しますか？自信ある子いますか？さあ、自信ある子いる？いますか？小学生。あ、じゃあ、ワルメイドちゃん、お願いします。さあ、小学生チーム、ワルメイドちゃんから、彼女面していただきます。じゃあ、ちょっと前にお越しください。ワルメイドちゃん、こんにちは。こんにちは。小高の彼女面、お願いします。ねえ。緊張してる？大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。では、改めて、小学生チーム、小高の彼女面、お願いします。ねえ、私の彼氏に手出さないでよね。ありがとうございました。彼女面っていうかもう、彼女ですね。彼女になってます。あーかわいい。かわいい。隠れちゃった。いやー、カメラはしっかり捉えてますよ。ワルメドちゃん。お次は中高生チームです。はるちゃん、どなたを指名しますか？誰が行きたいかー？ああ、立候補生です。中高生チーム、誰から行く？小高さん、下心しかないやろ。ねえよ。お、はかいちゃんが早めに行きますと。はかいちゃん、こんにちは。こんにちは。はかいちゃんの彼女面、お願いします。私、今日、小高さんと図書室で、イチャイチャしてたんだ。なるほどね。学校でのデートってことね。そうなんです。小高、中学生なんで、図書室に行きます。ちなみにその時は、小高くん何読んでた？図書室で。怖い話読んでたの。見てねえし。図書室のデートって、シチュエーションを考えられてるのがね、いいよね。ありがとう。では、小学生チーム、どなたを指名しますか？次行きたい方いますか？さあ、次行きたい方。はい、じゃあ、ねむちゃんお願いします。さあ、ねむちゃん、前へお越しください。ねむちゃん、こんにちは。こんにちは。小学生2番手、お願いします。ねえ、ほだが、他の女のとこ行かないで。かわいい。かわいい、ありがとう。なんか、メーラチックで、かわいらしいですね。ちょ、小学生チームはね、毎回言うたびにね、恥ずかしがってすぐ席に戻るんだよね。そんなこと言ったらもうどこにも行きません。ねむちゃん、ありがとうございます。いや、黒歴史なんかじゃないよ。素敵でしたよ。ありがとうございます。ごちそうさまです。お次は中高生チームです。はるちゃん、どなたを指名しますか？次は、俺行きまーすじゃなくて、ひめこさん。ひめこさんいける？中高生チーム、2人目、彼女面、お願いします。私ね、中学校の夕方、ポッキーゲームしたんだ。小高さん、すっごい食べてくれたから、すっごい嬉しかったよ。ポッキーゲームだって。すっごい食べたよって言われたらさ、俺すごい貪欲だよね。ちょって食べてるってことだよね。ポッキーゲームはいかんぜよ。よくないですよ、ポッキーゲーム。それって最終的にチューするやつなんじゃないですか。いや、別にそんなことしてないですからね。いや、彼女じゃないですから。彼女ならしてるだけですから。そんなポッキーゲームなんてね、いかがわしいもしてません。あ、してたもん。いや、してませんから。ありがとうございました。小学生チーム、ロリーちゃん、ご指名をお願いします。はい、ってことで、ゆうちゃん、お願いします。ゆうちゃん、いける？はーい。では、前へお越しください。ゆうちゃん、こんにちは。こんにちは。小学生チーム3人目、ゆうちゃん、発表お願いします。私はほだかさんのこと好きだから、ほだかさんはどこにも行かないでね。ありがとうございます。これはもうなんか、俺、彼氏ですね。ありがとうございます。どこにも行きません。ありがとうございます。これ告白ですよ、ただの。いや、またどっか行った。ちょっと、なんか、メイゲラチックな告白というか、可愛らしいですね。これは、俺得ですよ。ありがとうございます。ただただ僕がにやけるという、全然いやらしさのない、純粋な愛の告白でした。ありがとうございます。ひよこさん、行こうか。さあ、ひよこちゃんいける？ひよこちゃん、こんにちは。こんにちは。では、中高生チーム、ひよこちゃん、発表お願いします。前、うち、ほだかくんと一緒にデートしたの、いいでしょ？あと、イヤリングも買ってもらったの、いいでしょ？今度はポッキーゲームしちゃおうかな。これ、めちゃくちゃいいね。マジで彼女面って感じする。匂わせね。私、他の子と違って、特別扱いされてるんだ、みたいな。イヤリング買ってもらったと。別にショップで買ってプレゼントとかしてませんから。あれだね、俺、中高生とよくポッキーゲームしてるみたいな感じになってますけど。下心しかねえじゃん、俺。よくないよ。危ないよ。いや、そうだよ。いや、実際にやってたら危ない。でも僕、実際やってませんから。誤解ですよ。これは彼女面ゲームっていうわけですから。普段は、ポッキーゲームしてません。ポッキーゲーム大好き。好き人間になってるよね。別にチューしたいからってやってませんからね。ありがとうございます。やってるならやってるって言いなよ。やってません。でも最後はリーダー対決。小学生チームのリーダー、ロリーちゃん、いきますか？はい。では小学生リーダー、発表お願いします。なんか中高生の皆さんって、なんかそういう圧かけられてる感じしてて、ロリー可愛いんで、裸くん、守って。守る中高生は怖いですよね。大丈夫？ロリーちゃん。そう、守ります、守ります。誰か通報してください。変な人がいます。ちょ、待ってよ。なんでだよ。俺、彼氏なのに逃げられた。なんで？嫌われたいんやけど。おかしくない？では、中高生リーダー、はるちゃん、ラスト、お願いします。待って。鼻水が出てきた。鼻水が出てきた。大丈夫。ふきふきして。緊張して汗がかくとかだったらわかるけどさ、緊張して鼻水出る子ってなかなかいないよ。大丈夫だよ。はるちゃん、発表、お願いします。言おうとしたのもねって。どうした大丈夫。深呼吸しよう、一緒に深呼吸しよう。大丈夫です。オッケー。誰だって緊張するで。まあ、お願いします。何人の彼氏取ってんだよ、このクソ野郎。潰すぞ。なるほど、パワー系の彼女面で。これ怖いな、相手。この圧に相手の小学生リーダー、怖いっつってたんだ。ほら、中高生のお姉さん怖いっつってる。ド S 感がすごいね。埋めてもいいですか？埋めても小沢さんは埋めます。え、俺埋められんの？そう。なんで？なんででしょうかね。怖い。どこ行くの？怖いんだけど。俺埋められんの？はい。発表が終わりました。今から観覧の方に、どちらのチームが勝ったか投票していただきます。お願いします。静かにして。1分が経ちました。今回、小高の彼女面選手権、優勝したチームは、小学生チームです。おめでとうございます。パチパチ。リーダーさん、どうでした？やっぱ、中高生のお姉様方は怖かったけれど、ロリーは世界を救うって感じですね。みんな、パーティーに来てくれてありがとう。それじゃあ、次の動画まで。またねー。ふぅ、パーティー終わった。じゃあ、8人の彼女さん、今から一緒にデートしよう。花香さん、難白してるの？ 8 人同時にデートするなんて。最低。